すんだという強い気持ちを持ってる、そんな選手を選びたいと。まずウィナーズに負けない、そしてリベンジャーズ、その2チームにも勝って優勝すると。リールズリーグチャンピオン、これを目指します。三次選考を、通らせていただいてからもうずっとちょっと緊張してそわそわしてたんですけど、ここから全力で楽しんで、自分らしさをアピールしたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。正直どんな内容になるか分かってないんですけど、全力で頑張りたいなと思います。今日ここに来るまでにちょっといろんな人にお世話になったんで、やっぱその人たちに合格っていう形で恩返ししたいと思いますし、今まで人に教えてもらったこと全部出し切って自分らしく頑張りたいと思います。こういう企画に自分でチャレンジして、このチャレンジにすごく大きな意義があると思っているので、そのチャンスを今回この2日間で掴み取って、自分の人生をこれから、いい方向にどんどん変えていきたいと思っています。ここまでの準備しっかりやってきたので、いろいろ、今回の合宿、今日からの合宿で見せていきたいなというふうにも思いますし、ちょっと今日もそれも何よりも抜きにして、今日ここにたどり着くまでがかなり大変だったんで、もう何が来ても怖くないっていうメンタルは出来上がってるんで、ちょっと頑張っていきたいなと思います。第3次のオーディションの時は、まさか自分が選ばれるとは正直思ってもなかったので、1日でも長く、1秒でも長く、合宿の、内容についてこられるよう頑張ろうと思っています。監督の坂東龍二です。こんにちは。こんにちは。皆さんは1000人の中から選ばれた、今日は35人、夢をつかむため、自分がやっぱ上に行くためにここに応募してきたと思ってます。そんなみんなとやっぱり上を目指したいです。これから始まるリールズリーグ、ここでやっぱり目標は優勝です。僕自身は21年間7クラブで J リーグのクラブでプレーしてきました。優勝したこともあるし、降格したこともあります。でもやっぱりこの21年間やってきて思うのは、勝たないとやっぱ優勝しないとつかめない、そんなことがあるというふうにやっぱり感じました。今までみんながやっぱりサッカーをずっとやってきて、勝つこともやっぱり負けることも、これやっぱたくさんあったと思うけど、その負けた中で負けて終わりにするんじゃなくて、今回ここにこうやって応募してきたっていうことが、やっぱりまだみんながこの勝ちたいと、さらに上を目指したいというふうに思っていることだと思います。でこの短期間で勝つのって本当難しいです。サッカーってやっぱり勝つって、この短い間勝つってやっぱりここもう気持ち、ここが一番上げれるから、戦術とか
フォーメーションとか技術とかそういうことってやっぱり急にはなかなか難しい。でもこの気持ちとか、ここで勝ちたい、上に行きたい、そういうことっていうのは誰でも今からでもやっぱり出せると思うから、みんなもその辺は強く持ってセレクションを歩んでいってほしいと思います。でチーム名は TOPBAN です。TOPBAN、これはやっぱりみんなにはやっぱりトップを目指してほしい。これからトップバンとしてみんなでやっていきましょう。はい、はい、はい。で今日は8人で4チーム分けてトーナメント戦をします。もう早速ここからもう勝負が始まります。勝つ負けるでみんなのこれからの人生も全然変わってきます。1点取る取らないでも全然変わってくるし、危ないところ体投げ出して守る、それだけでも人生が変わってきます。その4チームこういうふうに分けました。でトーナメントやって優勝チームは残ります。だから今日からもうこの試合からもう始まってる。まずはここで優勝を目指して頑張ってほしいです。まあそれでここでまずコミュニケーションを取ってほしい。自分たちでどうやって戦うか、どうやって戦ってどうやって勝てるかっていうことを考えてほしいです。でキャプテン、これも自分たちで決めてほしいです。もうこういうところから転向もう僕は見てます。短い期間の中で勝てるチームを作る、これはさっき言ったみたいに気持ちの部分はもちろん大事やし、それ以外にもやっぱりこう自分たち自主的にやれるか。やっぱサッカーは始まってプレーしたらもう監督の言葉とかはなかなか聞き取りにくいし、外からああしろこうしろって言ってたらそんなの対応してたら時間がなくなる。特にリーズリーグは20分ハーフやから、始まったらすぐ終わるぐらいの感覚やから、だから自分たちで本当に対応できるように今日からそういうことに慣れていってください。今日のこの試合で優勝チームはもちろん残れる、それ以外は落ちる人もいて10人ぐらいは最低でも落ちるような感じになってます。それぞれの本当熱い思いがあって人生変えたいとか、やっぱりいろんな人に元気を与えたいとか感動してもらいたいとか、それぞれのいろんなモチベーション、いろんな気持ちがあるから、それを今日ここで出してください。はい、はい。じゃあまずもしかしたらここでトップバン一緒にできる人は最後かもしれへんけど、それも含めて今までこの1000人いて1000人の落ちた人の分まで背負いながら戦っていってください。はい、はい。せーの、トップバン。やっていくうちに多分少しずつあるんで、基本的には守備固めて肩速さだったので、多分それぞれ自分の特徴とか出したいと思うんですけど、多分今日ってまず勝つことが本当に勝てば決まるんでってなると、やりたいプレーとかっていうのを大切にはしたいですけど、まず勝つとか。カップのフィーリング見ながら決めたいかなと思って。キャプテンって必要なのかと思って。お願いします。8人制だからもうディフェンスとかあんまそんな関係なくて、そう、もうどっからでもシュートレンジっていうか、だから全員守備全員攻撃じゃないけど、基本的には後ろの声で待てとかで言って、待てとか聞いてほしい。
そう、待てんときは後ろの声を聞いてほしい、俺的には。でも行くときはオフェンスが自分の意思で行ってくれた方が、ディフェンスに行けって言われてから行っちゃうとワンテンポ遅れる感覚がある。まあでも取れるタイミングは俺も分かるんで、うん、ディフェンスは多分いつだもんね、セットしてくれてるやろうから。でもちょっと勝手というか、うん、ちょっと勝手なタイミングで行かれて、うん、こうなんかこうついついで行っていけなくて、うん、こうクイックで裏抜かれたりとかしたら嫌だから、うん、まあ、ここでまずセットしていかない準備だけは、ディフェンスの声で。そうっすね。他にジェイソンに行って、ディフェンスはファーストキャプテンでいいっすね。ちょっと僕キャプテンの後ろに行っていいっすね。どうぞ。まあ、守備で後ろから一旦コンパクトで、まあ、攻撃になったらバッと強くなって、その都度効果が僕真ん中でもいいですけど、優先は失点を防ぐっていうことが迷ったら消えてまた走る。まあでも全然つけれるなら、まあつけるつけるもちろんスイッチ滑るから中盤からバンバン打ってもらって前2人でこぼれ詰めるブロックタッチを一旦この緑が入って青が入って最初はちょっとシンプルにしてそうですね、下手にやっぱり狙いたい。一旦シンプルでやって、相手の出方見て、こっちの動き方変えれば。相手があんま前から来ないようだったら、下からできれば回して、ビルドアップして。まあ最初は一旦蹴って。まあそう、最初は最初は。一旦3-3-1ですか。3-3-1ですね。3-3-1行って、で、1-1のところ、あ、だから1のところ2人で埋めてもらって。ここ4人では、まあ、そうですね。まあ、キャプ、じゃんけんでいいんじゃないですか。じゃんけんでいい。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。オッケー。じゃあ、つばさを頼むぞ、つばさ。ウェイ。あれ任せてくださいよ。失礼します。はい、よろしくお願いします。失礼します。どうぞ、どうぞ。すいません、失礼します。今日はちょっと、うん、プレーまずはね、怪我もあるしちょっとこう、まあそこまで力の差があったら、うん、ちょっといきなりなかなか難しい場面もあるかもしれへんから今日はまず試合をやらずに終わってからまあちょっと個別トレーニングじゃないけど、はい、例えばそのもう10年間もシュートを打ってキーパーしてるんやったら、その感じをやっぱり見せてもらったりとか、はい、で、まあ足がちょっと気になるやろうから、はい、まあその足が気になる中でもその軽い感じでもちょっといろんなプレーを軽くちょっと見てみたいっていうのがあるから、はいはい、そのあたりちょっと終わってからという形で、まあそれであとはそのプレーだけじゃなくてやっぱりこの20人20何人ぐらいいたりとかしたらやっぱりいろんな役割があるからサッカーって、でそのいろんな役割をやっぱできるちゃんとチームのためにやれる選手がやっぱチームには必要やからさ、全員出るか分からへんし出れないかもしれない、でも出れない中でもどれだけチームのためにやれるかとかさ、いろんなチームの貢献の仕方があるから、はい、今日はまずこの8対8で4チームここでまずこうどういう風になるか、こうみんながどうやって戦ってるか、そういうのちょっと注目して見ながら自分には何ができるのか、どうしていったら 残れるのか、そういうこともちょっと考えながらやってください。はい、はい、結局目の前の相手に負けないだとか、まあ、ラスト最後のところ気持ちで体投げ出せるかみたいなところが多分この戦いの勝敗を分けると思うので、まあ、そういったところをやっていきたいと思います。1試合目が一番多分重要だと思うんで、そこでいい雰囲気で勝って次につなげるようにしていきたいと思います。優勝してトップバンに入れるように頑張りたいと思います。キカイキカイまだまだ判定あよ絶対勝つぞー。はい、見せていって見せていって。中行ってて。あっち側で。オッケー。頑張って待ってやナイス。うん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 。う
サイド切ってるのと真ん中がやっぱりあんま埋まってないところが現状多いから、うん、そこはやっぱりちょっと後ろ縦のそのサイドバックとサイドハーフの部分ともやっぱそこはオンの時だけ言ってほしい、どこ切れって、うん、あ基本もう中切りで中切りでいいで縦に蹴らしてもらって中捨てて跳ね返してて、まあ、そこ捨てる感じだったら、いやもうええ声出てるよ、あ本当ですか、ただねちょっとね今負けてんでもっと出さないといけないと思ってます、いやええ声出てるわほんま、左行けるよ、絶対行ける、やってるぞ、こんな声出てるやつおらへんで、ないからないから中央あるぞ、素晴らしい、なんか自分らが残らなあかんけどでもこのチームで戦わなあかんっていうこの感じ、いやもうすっごい青とかもすごいいいよ、なんかもうどこ？もも裏？のどかお尻か。ずっと痛めてた。いや、それは膝なんです。膝？はい。痛いのこと。ああ。今のところ、うん、もう膝がはちょいちょいしてたんですけど、それ以外はなかったです。完璧完璧だ。すげえ。イエース！グッチャイス！素晴らしい。マジで終わってる。終わってる。やっていかなあかんか。大事大事、やっぱりその1試合だけじゃないから、うん、チームってつながっていくからリーグ戦やし、はい、リーグ、リーグもその中でやっぱりどれだけやっぱりその負けた後にどういうふうに声掛けするかとかどう切り替えるかとか、うん、で勝っててもやっぱりそのここからもう1試合勝たなあかんから、はい、それをどういうふうに考えてるかとか結構大事、そういうのみんなでプラスの声掛け合って、はい、絶対勝ちましょう、絶対勝とう、この一戦ね、初戦ね、よし、よし、トップ、バーン、行くよ、最高、いいよ、シャイシャイよ、早く行くぞ、行くぞ、おい、出してこい、おっちゃん、やったよ、打っちゃえ、打っちゃえ、いいよ、うん、
座って。整えて。ナイス、ナイス。いや、行け。いいシュート持ってんな、あの9番、いいシュート持ってる。いけいけ、スリーシュート打てば入るぞ。大久保兄弟ええな二人ともええ声出してるわ、ほんま。ヤスヤス、お手ヤス、ちょっとなんかさっきとはまだちょっと違うよね。最後はもうこっちのシュートだけだったよ。もうあの、まあやっぱ黒の10番はもともと10でもやってたよ。なんかまあさすがやなと思うし、オレンジやっぱ点決めたあのフォワードの子は良かったな。6番、うん、いいシュートやったね。ありがとうございます、うん、その裏抜けるんとかいいんやけど、その左サイドバックの子が持った時に、龍馬君が持った時にもうちょっと中なんかどういう風に動くとか、そのクロスに対してどう合わせるとか、どういう動きするっていうのをもうちょっと見せてほしいな、はい、ちょっと止まってしまってるからさ、はい、足元でもらってシュート打ちに行きたいんやろうけど、クロスに対するそのゴールの動き方とか、ゴールのもらい方とか、ボールのもらい方とか、そっちちょっと意識して。はい、後半ありがとうございます。ほい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 、もっとさ、はい、なんかまあまあまあある程度実力あるからさ、周り見てるっていうのもわかるけどさ、こうやっぱこう今負けてるから、そのチームをどういう風にここから勝たせるかとか、自分がもっと積極的にやった方がいいよ。やっぱどうしてもちょっと静かにやりすぎやからさ、もっとその気持ちとか、ここからどういう風に戦うかとか、そういうとこちょっと見せていって、はい、うん、で積極的にプレーしていいから、もうちょっと、うん、はい、もちろんひたむきにがむしゃらにやらなあかんけど、その中で冷静に、ね、もうなんかガツガツいって周り見えなくなるじゃなくて、チームで最後まで戦うから。よし、 OK、 行きましょう。みんなで声かけてやろう。行きましょう。中盤こぼれよろしく。相手のゴールキックに。一回自分たちのチームのキーパー持ったら、その3枚のうちの両サイドは絶対ワイド取った方がいい。ちょっとだけペナ幅ぐらい、この黄色の1、2け、そう、レッスン、OK、うん、あの9番は A シュート持ってんねや。ちょっともうちょっとさ、なんかもうちょっとなんかさ、喉鳴らして、あ、喉鳴らして、ね、ちょっとオペラっぽく応援してしてくれたな。どういうリクエストなんだ。オペラっぽく応援頑張ります。うん、はい、あ、早く抜けてもらった。いや、来た、あーよ、いた、いやー、アストラビタリア声を出て高かに、え、終わってもらった今、そ、息切れ、息切れ、息切れ、こんな状態でオペラ歌ったことない。なるほどなるほど、でも歌えるようになったかな。いや、いいシュートやったな。まだよ、オッケー、未来、未来、オッケー、そのまま打つ、おーせー、オッケー、いいよ、ナイスキック、よよよ、タッチ、うん、レディー、ラー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 ラうん、オッケー、いけ、あやった、後半良くなったね、黒が、うん、ちょっとオレンジはもう点取られて、そっからも全然コンも出へんようになってそうだからな、うんうん、やっぱそういうのやられた時にどういうふうにこう自分たちで修正するかやからな。待ってください。
ああいうシーン出てなくても爪痕を残すっていうのが大事、大事、大事。やっぱ全員が試合出るわけじゃないからさ、特にやっぱ20分ハーフやったらそんなにやっぱりみんなやれちゃうから、だからそんな中でチームにいるって言ったらやっぱりそのキャラクターって大事。だってあそこは結構流れ変わったからね。歌歌ってから流れ変わったからマジで。あんなね試合出ずにね流れを変えれる選手がいるっていうのはねなかなかない。ナイスキック。出てこっちゃー。行こう。行こう。よっしゃチームだね行こう。行こう。よし。行こう。行こう。この何もかかってないと言われるけどかかってないことないから個人がやっぱりこれで残れるかどうかやからその負けてちょっとそのメンタル弱ってるその中でどういう風にできるかこういう時にどうやって声出せるかチームのために戦えるかそこは見る。オッケーチャレンジチャレンジいいカバーカバークリアクリア書き出せ。ミスは起こるカバーしようどんどん仲間をカバーしようぜ。いいよいいよ全然いけるまだやれるまだやれる。カバーもいけはい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 うん。やばい、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 いやいや、そこのマークだけちゃんと。あ、来た、来た、来た。諦めない。来た、来た。よし。イエーイ。イエーイ。来た。来た。来た。大丈夫、いける、いけます、まだいける、はい、OK、じゃあOK ディフェンス、入ってもらう、はい、大丈夫バブちゃん行こう、バブちゃん青やな青うんまあこの青って結構いいチームやからこのチームにパッと入ってどれだけ適応できるかなと思って最高いや、あの17番、青の17番がいるからもう彼を中心にどう考えるかが、チーム。いやー素晴らしい。ああ素晴らしい。うん。それだけです。ありがとうございます。リク、リク戻れ。ナイス。うん、いい動きや。出したれ。プレ、プレ、プレ。あー、素晴らしい。ナイス。素晴らしい。うん。
うん、エゴレア。クロアも一気に元気なくなっちゃったから、ここで声出してやれるかやどうかや。だからあのクロの1番とか、まあまあ1試合目ゴール取ってたけど、そんな選手ってそのプレーっていうか、こういう時にどうできるかやから。負けてるやん。ああ頑張ります。歌って点取られだしたやん。はい、頑張ります。うん、うん、うん、はい、関谷さん来た。あのな、ヒューバンがええシュート打つんや。でもえぐいっすよ。うん、エボレア来た。いやエボレアったな。やっぱエボレアだな。いや、いい、おいい、この青の17、15、21のこの縦の軸やな。チームやっぱ勝ちたいっていう気持ちがあって、まあ、みんながどうやって勝つかっていうのをちゃんと考えながらいろいろやっぱりやれてたし、そういう面ではやっぱり青が一番チームとしてやっぱりコミュニケーション取れてたし、役割もはっきりしてたし、最初の試合から素晴らしかった。おめでとうございます。こういう試合ってやっぱりその負けてる時にどれだけ自分出せるかと、チームをどういう風に持っていけるか、やっぱそれが一つ今日見たかったところやから、やっぱ良くない時みんなで助け合ってまとまってどうやって戦っていくかが大事やと思う。でそれを今日みんなに見せてもらって、勝ったチーム負けたチーム全体的に本当もう素晴らしかった。それでまあこの4試合やってもらって、やっぱりこう勝つ負けるあったけど、こっからまだまだ試合続いていく中で、やっぱりきつい試合もたくさんあると思うから、この中で、このきつい中で、次どれだけ、まだやれるのか、走れるのか、アピールしたいのか、入りたいのか、それをこれからちょっと最後に、見せてもらいたいと思います。太陽引っ張るよ。よーい。ああ。はははええな。でもよく走れるな。Yeah.
ありがとうございました。ありがとうございます。今正直その24人にするのに迷ってるところもある。全員が24人いきなりまだ決めきれてない。で今日試合見せてもらったけど、なんか想像以上でこれはもう本当に優勝狙えるっていう風に確信してる。それだけそれぞれの選手たちのパフォーマンス素晴らしかったし、でやっぱ最後走った時もつい中やっぱりあえて声出してみんなで声かけ合って、まだ正直やっぱ迷ってる。24人どう選ぶかどうするか、これはまあ今日僕から考えてまだ決断していかなあかんから、ちょっと後でもしかしたら話聞きたい選手とか個別で呼ぶかもしれんから、それも含めて今日は本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。おーナイス。2人はさ、うん、やっぱその声出すとか、今日もみんなで応援するとか、それはすっごい良かったから、でもやっぱりさ、そのある程度、一定数、やっぱレベルを上げていかないと、やっぱチームに残ってたとしても、そのサッカーでいうチームの力になるから、やっぱサッカー以外のところを応援する、その力になるってのはすごいけど、やっぱサッカーでもやっぱ力になれるような、そんな存在になってほしいです。これからどんどん練習してレベル上げていってください。はいはい。おーらーまだあるまだある。はい、はい、させて一人ずつ一人ずつ、うん、あーそうなーどうやった今日。今日ちょっと、うん、悔いが残る日でした。よく言うのかな。結構ミスとかも多くて、うん、個人的にはちょっと悔しい一日でしたね。ボランチはどの感じでできる、やるの。ボランチはどちらかというと守備的ですね、うんうんうん、後ろからボールもらってっていうよりかは潰す感じやな。そうですね、うんうんうん、どう今日やってみて。いや、一日通して楽しかったです。今後やりたい。そうですね、正直、うん、ここまでレベルが高いと思ってなくて、うん、そうよね、はい、でもなんかゲームを重ねれば重ねるほどなんかどんどん楽しくなって、うん、もっとやりたいなっていうのは、うん、気持ち的にも強くなりました。わ、うんうん、かった。はい、ありがとう。ありがとうございます。リュウが、はい、どうやった今日は。今日っすか、うん、まあちょっと自分的にはもうちょっとフォワードで勝負したいなっていう気持ちはあったんですけど、まあでもまあ右サイド全然不慣れだったんですけど、本当やったことなくて守備の仕方とか全然わからないんですけど、まあ自分なりにはまあちょっとできる範囲で、まあ右サイドからでも裏抜けとかは全然狙えるんで、そこでも目立てるようにとは思いながらやってました。足元があるタイプじゃないんで、やっぱそのずっと自分がこのサッカー人生で磨いてきた裏抜けとか、そっちの方が嗅覚とかそっちの方が自分は自信があるんで、やっぱそっちでもっと勝負したかったな。分かった、ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そっちですか。失礼します、すいません。北海道、はい、どう今日は。今日は正直僕のプレー正直自分的に納得いってなくて、うんうん、でもああいうピッチコンディションの中で、まあ、技術発揮できないのは自分のせいなんですけど、納得がいってないですね、今までと。今回の合宿において一番大事だと思ってたのが、うん、まあ、いろんな環境でサッカーやってきた人と初対面でサッカーやるので、うんうん、コミュニケーションが一番大事だと思ってて、うんうん、で、まあ、
練習行くのに宿とか、うん、試合前の入りとかでいろいろ確認をしていたものの、うん、やっぱなかなかうまくいかないこともあったので、うんうん、やっぱそれでやっぱサッカーって難しいなっていうのと、やっぱ面白いなっていうのを再確認できたっていう感じですね、うんうん、どう今後そのトップバンとして。はい、そうですね、うん、まあ、単純にサッカーは好きなので、うん、いろんな方とやりたいし、うん、そこが強いですね。うん、なるほどね、はい、うんうんうん、OK、はい、分かった、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。はい、まあ、先行してきていろいろ考えて25人